切実、巨人ファン、もう中田は見たくない、後半戦はこれで行ってほしい、もう中田は見たくない、坂本吉川、筒香、岡本、山川、丸かじ、谷大木、後半戦はこれで行ってほしい、なんか変なの混じってるぞ、 W 梶谷いらんやろ、そこは秋広か、増田陸が打ってるなら中田翔を外して先発ファーストいけるんだろうが、2軍で迷走してるレベルじゃな、原、丸と中田について、彼らはもう完全にジャイアンツのリーダー格だから、今こそだよね、若い連中を引っ張っていってくれないと、戸様選手ではないんだよと、ジャイアンツファンも我々も前向き選手というつもりで接してるわけだから、原、力を出さなければ、年上の長野とかマッチ、松田、中地、中島を連れてこなきゃとなる、結果を出すって難しいんだけど、戦い様、これは絶対に見せられる、中田と丸を落とせと言ってる岡田、現実はアラフォートリオが舞い戻ってくるだけだ、取り返した方が良い、 W 源田留任ならこのトリオは来季も残ってそうで震えるよ、次の監督の最初の仕事はジジイの処分からだしな、うわぁ、若返りどころか先祖返りになってるな、現監督理論なら中田翔が生え抜きなら在籍後シーズン目の中島とか絶対生え抜きだわな、ショート松田来るか、中田いらねえよな、未だにコロナで終わったとかいうバカは何なんだ、 W 丸中田に期待するなんて当たり前だよな、6月で半分も消化してないのに、有藤道代も ZOZO 解説の時スタメンいるだけで相手ストレスなのに、丸中田ベンチの巨人はバカですかと言ってた、